めたよと思いますが、今日は超キュートな先生をお呼びしております。はい、おー、 This is too料理愛好家の平野レミさんです。名前がさ、わからないかなと思って、このさんももしかしたらカシユカちゃんでしょ、カシユカちゃんでしょ、ヌッチちゃんね、あーちゃん、西岡すみちゃん、それとナオちゃんね、大きいのね、大きいのね、大きいって発表みたいな。料理ってやっぱできたらモテますか。モテるわよ、それだって、だって男の人は帰ってきちゃうからね、どんどんね、よそって食べたって美味しくなくなっちゃって、うちへ帰ってきちゃうのよ。うちなんか帰りすぎちゃってさ、もうくたびれちゃってたけどね、毎日毎日帰ってくるのね。後半から分かんなかったです。なんで気持ちが前に出ちゃって、私と同じタイプですね。気持ちばっかりが前に出ちゃって、言葉が落ち着かないんですよ。私言葉ちゃんとしてるでしょ。今夜は平野レミに学ぶ男心をつかむモテ料理、料理経験ほぼゼロのハッピーメンバーに卵でくるんでいくわよ。レミ先生がマジレッスン&大暴走でキッチンは大パニック。一体どんな料理が出来上がる。どんなモテ料理を教えてくれるんでしょうか。今日はね、レミ流のオムライス。一見さ、なんでもないんだけどさ、あとびっくりすることするからね。なんでもない、一見なんでもないから、本当に。なんでモテ料理かオムライスなんですか。男の子が好きなもんってのはさ、オムライスじゃん。オムライスじゃん。そんなレミ先生の決めつけで、男の子に絶対モテるというレミ流オムライスに挑戦。レミ先生指導のもと、レッツクッキング。まずはオムライスの、ね、食材をここから選んでください。私はこの人、モモ、ね、モモはね、ヘルシーよ、すごくヘルシーよ。そう、じゃあモモにしよう。あとほら、嫌いなものを好きにさ、なりたくない。なりたい、なりたい。そうしたらさ、原型なくすくらいにさ、みじん切りしちゃうのよ、みんな。しいたけ嫌い、誰か嫌い。しいたけ、あ、じゃあね、しいたけやっちゃいなさい。しいたけをみじん切りするの、このさつ。めちゃめちゃ細かく用意するレミ流オムライスの材料はこちら。モテたい女子は今すぐメモを。じゃあまずは食材を切りましょう。はい、最初にさ、のっちちゃんにさやってもらおうよ。はい、ね、はい、頑張って、のっちちゃん。はい、じゃあ私もやっからね。はい、なんか先生の説明やるから。なんで先生ついてくれればいいんだよ。え、なに、こっちやるの。だって私だってやんないとダメなんだって。すぐできますでしょ。みじん切りにするから、はい、もうね、包丁みんな持ってさ、みんなでやんなさいよ。やんなさいよ。大事にこんな手してたらできないでしょ。すべきり、すべきり、すべきり、すべきり。どっち。ごめんなさい。まあ、まあ、今日はね、今日は。どっち、そうじゃないです。味見は。先生、先生、どっち見て。どうした。うまいじゃない、うまいじゃない。うまいですか。うまいよ、上手、上手。違うんだよね。レミ先生曰く、玉ねぎのみじん切りは横と縦に包丁を入れてから千切りにするのがコツ。でも最終的には細かくなりさえすればいいんだって。先生の教え通り、とにかく野菜を細かく切っていくパフューム。集中しているのか、みんないつになく真剣です。これ知ってる、これ知ってる、これこれ何ですか。これレミ包丁って言ってさ、私の包丁だ。これレミさんが開発したんですか。そう、そう、すごい。私の開発したらさ、これか、これ欲しい、これレミ包丁、欲しい、ちょっと、これ、これ呼びたかったよ。これ誰考えたんだ、これ。レミさん、うん、私考えた。レミさんだからね。そう、私考えたんだから、これ。これどれぐらい儲かってんですか。これはすごく儲かって、だから100万個だってよ。100万個すごいじゃん。おじさん、大金持ち。おじさん、レミさんがでしょ。私はだって、ちょっと失敗しちゃったから、これはちょっと、だからその契約がね。レミさん、これ何分番組か知ってますか。これ知らない。何、何分。この番組5分ですよ。15、ちょっとダメ、15分。
あったもんだね。買ってんじゃないでしょ、こうやってやって。ほら、ついた。あ、こっちでついたよ。はい。炒める時のポイントは、バターを入れて、はい、熱々にしてて100度以上にする。そうすると、玉ねぎが柔らかく美味しくできるからね。はい。で、ここでほら、レミクイズでしょ。ちょっとここでさ、レミクイズするからね。はい。玉ねぎを炒めることによって、食べた時に何かがアップするのよ。何がアップすると思う？1番バストアップ。あ、もうクイズなんですね。2番リップアップ。3番うまみアップ。さあ何番？3番。うわ、すごいじゃないよ。なんでわかるの？玉ねぎが透き通ってきたら、オレガノというハーブを入れ、ウインナーと赤いパプリカを加えます。先生を見習ってハッピーメンバーもここまでは順調と、ここでご飯を投入。あとこのご飯入れちゃって。もうご飯ですか？早い早いよ。これ知ってる？これ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 。それ何ですか？これこれ、みんな見て、みんな見て。すごい。みんなで行くよ。胡椒。時代だね。すごい。超近未来。そうでしょ。何これ？そうでしょ。違う、これ笠井さんと一緒。かしゆくちゃんやって。はい、行きます。うわ、すごい。いいでしょ。楽しい。入ってる？まだ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 。すごくない？傾けただけだよ。ありそうですか？塩コショウしたら、まんべんなくかき混ぜます。味見する？じゃあ、さあ、気になる味加減は？食べてください。どう？あ、もうこれだけで美味しい。美味しそうだけど美味しい。どら先生、熱くないの？低い。あ、美味しい。うん、あの野菜の旨味がすごく出てるね。おお、えみさん、今日初めていいこと言いましたよ。ここでみじん切りしたパセリを加え、ハッピーメンバーもようやくご飯を投入。よく炒めよう。えみさん、ちょっと待ってください。いや、ご飯固くなる。塩コショウで下味をつけたら、トマトケチャップとピザソース、ダブルで味付けするのがレミ流。ハッピーメンバーもやってみよう。さあ、レミ先生、お次は？いいよ、こっちから。卵でくるんでいくわよ。いよいよオムライス一番の肝、卵を調理。これが一番大事じゃないですか？でもこれがサラダ油を熱して溶き卵を入れたら、綺麗に焼くために菜箸でつついて気泡を潰します。平らにするようにして、そして卵が半熟のうちに作っておいたご飯を乗せます。でもレミパンだからやりやすそう。あ、いいこと言うね。大きな声でいいな。卵を半分かぶせてお皿に乗せればほぼ完成。続いてハッピーメンバー、まずはあーちゃんがチャレンジ。半分ぐらい全部ちょっとで、ぐるぐるぐるっと回して、うん、熱々のご飯を乗せて、あとは卵を手前に返すだけですが、難しい。コツってないんですか？コツはね、慣れ。コツは慣れ。ぐるっと上手に。めちゃめちゃじゃん。かわいいかわいい。さらにノッチも腰使って、はい、よいしょ。ちょっとね、どっこしょ。それでえいって、せーの。最後にケチャップでデコレーション。さあ、できたらね、みんなで食べましょう。まずは先生が作ったレミ流オムライス。見た目はシンプル、しかし意外なところにモテの秘密が。これさ、全然何の変哲もない、はい、あの普通にもうね、あのボーイフレンドの中に出してもさ、うん、なんでラブなのと思うじゃないよ。ところが中にね、ラブがいるのよ。はぁ、ほら、ハートがいっぱいいるの。かしゆくは野菜嫌いだけど大丈夫？全然大丈夫です。大丈夫だ。美味しいです。さ
すがはレミ先生、野菜嫌いのカシューカも大満足。続いてハッピーメンバーが見よう見まねで作った愛情モテオムライス。見た目はまずまず。さあお味の方は？こんなになってんだね。美味しい。おお。美味しい美味しいよ。よかった。うん、もうね野菜のね複雑なね味がね絡まってて、うん、すごくいい。こんなな。お味の方もレミ先生からまさかの合格点が。とここで大事なモテアドバイス。でこれを。男の子にさどうやって食べさせたらいいかさ知ってる？食べさせ方があるんですか？そんなのがあるの。ここにあってさ食べて食べて3してくださいちょっとやってください。3人でやる。じゃあ3人でやる。じゃあそれなら恥ずかしくない？せーの。さらになおちゃんも。次週はハッピーメンバーが女の意地をかけて挑むモテ料理対決。同郷の広島出身ゲストにパフュームも大興奮。それぞれが料理の知識を振り絞って作り上げた奇跡のモテ料理とは。レミ先生もさらにハイテンション。